フリーアナウンサーの宇賀なつみ37が1日自身のインスタグラムを更新し離婚したことを報告した。写真、宇賀なつみアナの絶景空飛ぶスイス旅ショット17年5月に立大時代の同級生と結婚した宇賀はお世話になっている皆様を応援してくださっている皆様へと書き出し突然のご報告となりますがこの度離婚いたしましたと報告。 続けて、時間をかけて何度も話し合いを重ねた結果、お互いのために、別々の道を歩んでいくことになりました。お付き合いをしていた時期を含めて10年以上、たくさんの景色を一緒に見てきた彼には、心から感謝しています、と6年間の結婚生活への思いを綴った。また、改めて振り返ってみても、本当に幸せな結婚生活でした。これからは良き友人として、 必要な時には協力し合っていこうと話しています。と今後の二人の関係性に言及。そして私としましては、より一層丁寧に、地に足をつけて、一つ一つのお仕事と向き合っていきたいと思っております。変わらぬご指導ご鞭達のほど、よろしくお願い申し上げます。と結んだ。宇がは立大卒業後、2009年にテレビ朝日に入社し、 2019年からフリーアナウンサーに転身している。